赤富士スロットのセカンドチャンネルです。クリスロットです。カリフォルニアやラスベガスで人気スロットを紹介したり、スロットの遊び方をクリスロットチャンネルと一緒に実践動画を配信していきます。こんなスロットやってみたい、見てみたい、そのようなリクエストがございましたらコメント欄で教えてくださいね。それでは、今日はアリストクラットのモーマミーですね。モアマーニーをちょっともじった感じなんだな。そうですね。はい。これもデノミネーションになってます。1セント、2セント、5セント、10セントから選ぶことができます。はい。ミーナさんですね。そうですね。はい。今日200ドルのフリープレイがありましたので、200ドル。10セントかな？200ドルダウンロードしまして。10セントかな？そうだね。なんか、ミーナの声だよ、その声。はい。じゃあ、悪魔のささやきによって、10セント入りました。5セント10、あ、5セントじゃない。5ドル、10ドル、15ドル、25ドル。なんと、マックスは50ドルですね。でも、そうだね。はい。やっぱり5ドルからだね。そうだね、5ドルだね。らしくできないかな。ね、うん。危険だからね。ね。はい。このフリーゲームと書いたシンボルがどこでも3つ以上来て、フリースピンボーナスになります。はい、じゃあ、これは左からじゃなくていいんですね。はい。どこでも。はい、はい。素晴らしいね。大丈夫です。頑張りましょう。はい。レッツゴーですね。はい。この、マイナーって書いたこのエメラルドのシンボル。はい。これが、一応ボーナスシンボルになりますけども。これもうですね。はい。はい。いつ来るかわからないボーナスですね。そうですね。はい。上にどんどん溜まっていくんですよね。そうなんです。今時のゲームですね。そうね。はい。ただし、一番最初に、ミイラが来たはい、そしてエメラルドが来た場合はそのエメラルドに書いてあった金額がもらえます。あ、はい、要するに、はい、1列目にミイラが来た場合、はい、その後に、うん、エメラルドが来たら、はいはい、その金額がもらえる。そうです。で、例えば3列目、はい、4列目、5列目で来て、うん、間の相手もいただけるのかな。多分いただけると思う。おお、うん、じゃあいいね。全部いただけると思う。はい、よくほら間空いちゃうともらえない。ダメな、うん、ダメな。これ大丈夫だと思いますよ。はい。お、来るかな？できてきて。よいしょ。あ、じゃんねん。惜しかったね。じゃんねん。あと一つなのに。残念ね。大丈夫、大丈夫。まだわかんないよ。そうだね。まだフリープレイ中なのでね。はい。この上のこんな感じですね。いっぱい溜まってるように見えるんですけども、いつくれるかわからないと思います。そうなの、本当にそうなの。ねえ、まどろっこしいよね。なんかあれね、いっぱいあるからすぐ来るからと思ったら、とんでもないんだよね。かといってね、全然ね、少ないのにね、すぐくれたりとか、お山になってないのね。そういうことがあるからわからないね、これだったりは。だから皆さん、お山のように盛り上がったのに騙されないでくださいね。はいはい、あと、こうポットに溢れるばかりのコインが溜まってても、そうそうそう、すぐにボーナスが来るとは限りません。なんかね、やってるともうすぐ来るんじゃないかと思って、うん、続けちゃって大失敗するときあるからね。本当にある。それがこのゲームのね、トリッキーなとこですね。本当に、まあ、スロットを選ぶときはなんか自分で勘でね、うん、あ、なんかこれやってみようと思ってるのが一番いいよね。そうだね、そうだね。赤石さんは特にそういうの強いでしょ。そうだ ね、私はもうスピリチュアルなの強いですね。勘のみで生きてます。なんか第六感みたいなのよくほら呼ばれてるとか言うじゃない。そうだ ね、昔はね、うん、なんかこんなこと言うと頭狂ってるように思われちゃうかもしれないけど、うん、昔は、うん、具合が悪い時とか調子悪い時は、うん、なんかね、機械に呼ばれることが多かった。あ、そっかそっか。やめようと思ったらやめないでって声が聞こえたりとか、結構そういうことがあったんだね。私にジャックポットも予言したりね、あるよね。多々 ね、あるよね、そういうこと ね、すごいよね。その辺の私は赤星さんの力は信じています。何を言ってんだか、信じるか信じないかはあなた次第、たまたまなんですけどね、うん、そういうことがあったっていうね。うん、そうだね、そういうことありましたよ。なんて言ってるうちに全然ダメじゃんこれ。これでフリースピンが、フリーゲームが終わりましたので、はい、フリープレイか、ごめんなさい。30ドルしかならなかったんだね、200ドルが。で、その30ドルをもう一回入れて、今度は2セントで、はい、私のいつもの、ベッドの金額でやります。2セントですので、1ドル50、3ドル、4ドル50、7ドル50、マックスが15ドルで。はい、はい、もちろん3ドル。イエーイ、行ってこい。行きましょう。じゃあ、ね、10回、10回のチャンスね。うん、大丈夫ですよ。
10回のチャンスで。なんたってあなたはボーナスクイーンなの。いやー来るといいね。来ますきます、大丈夫。10回で来るだろうか。大丈夫、来るときは来るんだよ。1回でも来るし。まあまあまあそうだね、確かにそうなんだよね。あとこのお茶目な、あのクレオパトラちゃんも、あー来たよ、ほらなんか重そうに金を持ってるのかな。フリーゲームなのかな。ないね、多分上 の、 あのボーナスゲームがもらえるんじゃないかな。あ、本当だ。プルプルプルルって言った。ポヨヨーン。あ、シックスフリーゲームだけどね。6フリーゲームですね。ミイラが、フリーゲーム、フリーゲーム。そっちの方がうまいな。さて、6スキーしかないから、あと4回のチャンスか。はい。なんか来てくださいよ。何かくださいね。あ、これですね。これでエメラルドが来るといいんだけど、エメラルド、ほい、あった。プラスゲームがあるのかな。うん、プラスゲームはなってるはず、あるはず。キャッシュコレクトっていう、ほら、はい、これですね。また違うボーナスゲームがね、はい、できるんですね、これは。これは、この大エメラルドを右横にあるあの、なんていうの、空白の部分を埋めていって、エメラルドが、2×2、3×3、4×4、5×5、この、上、2、4、5つありますけど、ここにエメラルドが5つ全部揃いますと、はい、次の段階に行けまして、はい、このミイラが枠が大きくなるんですね。はい、で枠が大きくなるということは、それだけチャンスが、コインがもらえるチャンスがあるんですね。ですね。あと1個ですね。あ、来た。はい、これで。ってことは、あら、上にマイナーがいたね。もらえないのね。この枠の中でしかもらえないです。はい、今、エキストラスピンもらえまして。3つもらえましたね。はい。エメラルドあと4つ集めたら OK。はい、1つ目 OK ですね。はい。で、金額は、エメラルドの金額はいただけますけれども、はい、他の丸いあのコインは、はい、この四角の枠の中、あのね、ミイラ の、 あの枠の中じゃないともらえないですね。はい、だから枠が大きくなったら、チャンスがいっぱい来る、ね。そうなのね、もらえるチャンスね。あと1個だ。あと1個。あと1個。ミイラちゃん頑張って。あと1個。あー、惜しかったね。あと1個。あ、まだ3スピンあるね。あるの。大丈夫だよ。大丈夫ですね。OK。はい。どん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 。はい。どん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 かき集めてください。よいしょっと。ほいと。はい。また次の段階ですね。ましょう。また3つ入るのかな。大きくなった。じゃあ4つですね。これから4つスピンができますので、4つのうちに3個。3つだね。そうだね。3個くればいいです。エメラルド3個です。3個だとね、なんか簡単そうな感じするね。でもだんだんね、なくこなくなってくる、ね。あ、そうか。バファローゴールドみたいなもんだ。これがね、もし全部揃ったら今度フル画面になったら。あ、ほんと、はい、そうだね、5×5 になってるもんね。さあ、あと、お、あ、来た。あと1個だ。この 4×4 とか 5×5 とかマスのね、あ、そうね、うんうん、大きさを示してます。はい。はい、だから 5×5 がフル画面だ、ね、そうだね。あら、ラストよ、ラスト。あやー、惜しかった。最高だった、ね、何このやる気なさそうな拍手。何働けーって感じだよね。もうしゃーないな、くれてやるわって感じの、ほら、叩き方。さて、いくらなんだ。170ちょっとじゃない。おー、そんなにいく。大丈夫？176ドル40セントで、まだフリーゲーム中ですね。あ、そうか、はい、あと3スピン残ってます。わー、すっかり忘れてたね、忘れちゃうね。終わったかと思ってしまった。さあ、何か来てね。ラスト1ですね。はい。あ、生があったということは、176ドル40セントのボーナス。悪くないんじゃない、だっていいかな。あのフリでクレジット12ドル60セント残ってるから、うん、そうだね。フリースピン中でしょ。フリーゲフリースピン中の、フリープレイ、なんかややこしいね。
フリープレイ中のフリーゲームがいただけたからね。はい、要はカジノマネーということですね。そうですね。はい、これそのまま丸儲け。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、それでは。ご視聴ありがとうございました。また見てね。またね。